でもね、わらは周知で探しても、うんうん、理想の周知をね、まだ見つけたことがないの。わかる。みんな教えて、周知、うん、いいのあったらね、うん、あ、スタッフさんに言ってるいや、カメラだよ、カメラ。カメラに言ってるかカメラだよ、でもスタッフもだよでも、あのね、あんまりね、うん、そういうの見なさそうなスタッフが多いんだよね、今回。あ、そういうのわかる の、 あの見た目でエッチかどうかわかるってこと、わらは。うん、マジか。だって見てなさそうじゃん。あ、うん、ちょっと私わかんないけどさ、エッチかどうか顔見ただけじゃん。そうかな。え、私は見るよ。え、例えば、あの、初めて今会ったとして、エロそう、それとも全く性欲なさそう。あのね、顔にエロって書いてあるそれはさ、今までのこの蓄積があるからじゃないのかな。ほら、みんな見てこの表情。え、あ、表情、この私が、ほら、このエロを頑張って煩悩を消そうとしてる顔だよ、これエロ、この私が今エッチなことを考えてるように見えますか。この澄んだ目を見てください。この青い澄んだ瞳を見て、みんな、あ、ちょっとアップにしないで、なんでアップにするの、スタッフさんほら、この表情です。皆さん見ていますか。気を抜くとな、なんかこの薄めになっちゃうんだ。気を抜くとなとか言うじゃん。しっかりこうやって真面目な顔しないと。まだエロそうに見えないでしょ。エロそうに見えないでしょ。草、性欲なんてみじもなさそうでしょ。本当に、ちょっとこの今の性欲が高まってる時期が過ぎれば、もう多分賢者モードになると思う。賢者になる草、さすがに。まあ、スキベなのは仕方ないよ、うん、わらわにね、言われたくないですよね。え、だってわらわの、わらわだってスキベな顔しとるからな。で、わらわはスキベだけどあ、もう自分で、そうか、自ら認めて。いや、スキベがなかったら生きていけないからね。この世はスキベでできてるから。待って、わらわのおっぱいエッチじゃないね。わらわの、え、ちょっとさ、あの、前かがみになってくれる。あっ、はい、あっ、あっ、待って、めっちゃ、え、わらわさ、おっぱいそんなに大きくないはずなのにさ、めちゃくちゃエッチじゃない、わらわのおっぱい。チッチ、あーあーチッチ見せたところでって感じだけど、常に出してるから。いや、これで、私のポルノ菌、あ、このポルノを見る時間が減ったかもしれない、今のおかげで今のチッチで。そうそうそう、だいぶ減ったかもしれない。そっか、そんなに、お前、よくやったなじゃあ、その時はいつでもわらわのを見てもろて。あ、本当に、うん、あの、わらのおっぱいで性欲を解消していいって。でもそれってポルノ菌になるのかな。え、もうポルノ…でもそれを言うと、うん、わらわの父がポルノってことになる。わらわの、そうで、存在がポルノってことになっちゃうから。じゃあ、ポルノ菌に使ってもろて。これポルノじゃないから。ポルノじゃない、わらわは、うん、わらわはポルノじゃない。うん、そう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 、うん、はい、ちょっとエッチだけどまあね、まあ、ポルノ菌、わらわはする気ないけど、頑張って、うん、あ、する気ないのか、まあ、うん、そうか、後悔してないんだもんな、うん、頑張りますわ、これからも、はい、はい、ということで、うん、まあね、このまま長々とね、喋りながらやって、うん